ファーストゴロ打ち取りました寺原。あっと一塁セーフ、一塁セーフになりました。今のはどうか、岡田監督出ました。あ、微妙な判定、楽々一塁はアウトかなと思ったんですが、セーフの判定。岡田監督ベンチをもう時間を置かずに瞬間に飛び出しました。打球を見てこの井出穂がしっかり判断して動いたと思いますが、一塁はセーフという判定になっています。見てみましょう。ファーストゴロ、井出穂が取る、ベースを踏む。角度を変えてご覧いただきます。守りのタッチの方が早いですかね。そうですね。しかし感じ一番大事なところですけどもね、うん、そうなんですよね。点が入るか入らないかというところですね。で回も5回でしょう、これ、はい、1点欲しいところですからね、判定は覆りません。